東京都入りました。自分で見返して、いやあん時こんなだったな、楽しかった、超楽しかった。よし行きましょう。もうね、鍵が回らねえんだわ。ほっ、いい、よし。ただいまの時刻21時10分。じゃあ合流、あと60キロぐらい走ると首都高ですね。じゃあまた走りまくります。お、埼玉県入りました。ここから首都高速、首都高まで戻ってきました。ただいまの気温手元で14度。お、なんか ETC 点滅してるぞ。何これ、あれ消えた、なんだこれ、何事。もうちょっとで料金所なんだけど、ちょっとどうしちゃったの。パーキング入るか。あ、料金所抜けてからパーキングだな。多分開かないこれ。今 ETC 作動してますか。あれ、あ、着いた。さっきまでランプが消えてたんですよ。はい、ここは大丈夫です。首都高は大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。はい、着いた。着いたから行きましょう。一応 ETC と一般併用してるところに入ったけど、入ったら着いた。なんだこれ、初めてなんだけど。そして東京都入りました。おお、スカイツリーのてっぺんがきらめいてる、綺麗。小菅ジャンクションを都心環状線方面、うわ、怖い怖い。でかいと怖い。右、右手、スカイツリー。見るたびに色が違う。今日は緑色と紫だね。いい色。はい、堀切ジャンクションを都心環状方面。ちょっとあったかすぎる。てかあったかすぎます。緑色ってか何色って言うんだろうな、これ。肉眼だとこの辺から結構でかく見えるんだけど、カメラで撮るとまだまだちっちゃいんだよね。この辺だともう結構でかく映るんじゃない？電球色と紫色のスカイツリー。これ以上近づくと、あのバイクに乗りながらヘルメットにつけたカメラで撮りづらいんだよね。すんごい上の方向かないといけないからバランス崩れる。ふぅ、この先で都心環状線ですね。はい、これで C1 ですね。あー、戻ってきた。11日間、いや
長かったんだけど、もう最初の方の記憶とか結構薄れてますね。なんだっけ、ただ見川ストリングスラインとか言って自分でツーリングルートの名前付けたのもう10日前ですよ。あれから10日経ちました。最初、3日目に午前中ちょろっと雨に降られたけど、前半は順調だったんじゃないかな。なんかトラブルあったっけ。真っ白い西吾妻スカイバレー走ったのはトラブルに入るのかな。お昼もいい時間帯に撮れてたし、行きたいところにも大体行きましたよね。今思い出してます。何があったっけな。もうこんな短期間でも記憶が薄れる。まあそういうためにこの動画を撮ってるんですけどね。自分で見返して、あーあの時こんなだったな、ここ行ったな、なんかすごく薄れてる。記憶が薄れてるよ。こんな運転しながらじゃなくて、ちゃんと止まって思い出そうとすれば思い出せるのかもしれないけど、今どこ行けなかったっけな。集中して考えられない。運転に集中しましょう。運転9割話0.8、 思い出すの 0.2 みたいな。まあいろいろあった。青森の下北半島がやっぱ超でかいから、あそこで1日は必要。あそこでかなり妥協した。あーイルカ見れたね。そうだんだん思い出してくる。でもあの日あたりから食事を取る時間、昼食を取る時間がバラバラになってきてね。で夜の20時過ぎてからチェックインしたりで、それからは雨が降って、で計画してた経由地キャンセルしまくって、まあいい思い出だよね。あの雨の中うわーって言いながら走ってる当日は辛いなとか思うんだけど、今になってみればいい思い出ですね。宮城秋田県境あたりの行けなかった山道は、そのうち暖かい時期に行きましょう。ゴールデンウィーク中だとまだ冬季通行止めが明けてなかったりして、行ける場所っていうのがかなり限られていたので、暖かい時期に行きます。だいぶ走った。何キロぐらい走ったんだろうな。いつも通りトリップ1でガソリン残量の目安を見て、でトリップ2をスタートの時、家から出発する時ゼロにセットして、でまだこのツーリング期間中一度も見てません。なので私も何キロぐらい走ったのかっていうのはわからない。最後多摩区役所の近くのところでいつもの場所で給油して、全部で何リッターなのかがわかるし、何キロ走ったのかがわかる。もう都心環状線抜けました。まだしばらく首都高ですが、渋谷線3番。過去のゴールデンウィークツーリングで帰宅時間一番遅いんじゃないか。夕方とか夜の始まり頃に
帰ってきてましたよね。今回いつもより準工事に回転数高めにして理論空燃費を意識してたんだけど、そのあたりどうだろうな、燃費変わってるかな。はい、じゃあ用賀で降りましょう。はい、ETC ピッ。じゃあこれを右。ふう。あったかい。ただいまの気温、手元で 14.8 度。じゃあこれ左。ゴールデンウィークに東北へ行く人は夏装備いりません。今年はいらなかった。で、前回6年前ももっと防寒装備あればいいなって思ってたんで、夏用肌着すらいらない。一回も着なかった。上と下それぞれ2セット持ってったんですが、一回も使わなかった。ただの荷物だった。夏の肌着を持ってくんじゃなくて電熱グローブ、これに助けられた。今回電熱グローブなかったら相当辛いシーンあったぞ。山の上の方もそうだけど、高速上とかさ、だいぶ助けられた。手があったかいだけで気持ちの持ちようって全然違うからね。ゴールデンウィーク中に東北行こうかなっていう方はぜひ防寒対策しっかりして行ってみてください。で、あと冬季通行止めが開けるか開けないかっていう時期なんですよね。なので行こうとしてる道が開けるのか開けないのか、各都道府県の、土木事務所のホームページとかそういうところを見るといついつ開通予定ですっていうのがもう具体的に何日って出てるんで、そういうのを参考にするといいと思います。私みたいにもう11日間過密スケジュールでとにかく走りまくるっていうと、もう調べることが多すぎて大変なんですけど、もうどうしても通りたいっていう道があればもうそこだけを重点的に調べるとかね、1週間後に開通予定ですって書いてても当日雪が降ったから通れないとか、そういうことってあるんですよね。今回も8万台がね、5月2日が通れなかったみたい。でもそれから3日後あたりの私は問題なく通れたとかね。天候が荒れると、かなり寒いっていう時期ですね、ゴールデンウィーク。はい、じゃあこの辺りから神奈川県です。月が、まあでもいっぱい走ったし、いっぱいいい景色も見たしね。え、これはもう6年前のちょっと失敗したなっていうツーリングをちゃんと克服できたというか、東北のゴールデンウィークはやっぱりレベル高いですね。私も今まで何年もツーリングしてきて、やっぱり経験値を稼いだのか、レベルが上がったせいか、なんとか乗り切れました。割と快適なツーリングでしたね。あと引く勇気ですね。ここは行きたいって思ってるところを悪天候でもおそらく前は行ってたけど、ちゃんとキャンセルして
もうその日は早くホテル入ってゆっくり休もう、そういう決断ができるようになりましたね。今こうしっかり帰ってきて思うのは、レベル上がってたんだなってそう自分で思ってます。実感できてる、レベルアップを実感できてます。ではすぐそこのガソリンスタンドで給油しましょう。はい、ほっ、いつもの場所。いやードキドキするな。何キロ走ってんだろうな。4000行ってないかも。雨の日かなり経由地消したからね。さあでは何キロでしょうか。まずトリップ1をリセットして、トリップ2、この11日間で走った距離4014.9キロでした。初の1回のツーリングで4000キロオーバー、オイル交換しましょう。私4000キロ前で交換してます。いやー楽しかった、超楽しかった。東北いいツーリングだった。編集するのが超大変ですが頑張ります。ということで、これまで見てくださいましてありがとうございました。何かしらコメントをいただけると大変嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。楽しかった、超楽しかった。本当にいいバイクでした。グラディウス、トルクフルだし回しても楽しいし、うん、いいバイクだわ、いいバイクでした。ありがとうグラディウス400。